マイクでーす、マイクでーす、マイクでーす。モーさんとカズヤンアイスナウライブストリーミングレトロシャープに東行ってきたえ。さあ今日もクソ演歌の時間です。スーパーチャイニーズ2ドラゴンキッド FC ネッスレトロゲーム。よし、おはようございます。モクさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。スーパーチャイニーズドラゴンキットファミコン版です。やっていきます。前回は、ひたすら東に、最初北行ったらひたすらずっと東に向かってって、まあ、なんですかね、取る現象のところを解消で、解決したり、アホになる街を解決したりして、まあ、なんとか、あと、ボス戦もありましたね。ボス戦、コマンドバトルのボス戦も、まあ、見事倒して、まあ、さらに次は、東に向かって北に行くと小さな村があるってところらしいんで、まあ、今日はそこから行く感じですね。よろしくお願いします。で、行きます。東だか、ここ東に行けばいいのかな。いきなり格上からじゃない。いまだにここ格上なんかよ。結構減るな、こいつ。ニャロメめ。ニャロメ。キックすんのかよ、ニャロメ。ね、いや、ここ場所悪いな、ここ。いやいやいや、きつい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 って。いやー、こう振るやべやべ。いや、強えよ、こいつ。マジかよ、この強さ。死ぬ死ぬ死ぬ。ああ、死ぬ死ぬ死ぬ。あぶねえ。いきなり苦戦しとるわ。いやー、場所悪いって、これ。あ、上の方でやった方がいいっすね。北に行けば村があるなんてさ。いやー、またさらに二つに分かれとるな。14。あ、こいついるんだ。あ、こうこうこう。あいつ倒せば終わりなんですね。うん。なんかありますね。いや、これ村じゃねえな。塔だな。塔ってことあれ、入るとまた戦闘になる感じですね。アクションパーク。連戦なんできついですよね。前に出てきたタイプの方がやりやすいです。いや、出て。いや、キッズ。うぅ。すげえな、こいつも。よし。なんかどこにあるんだよ。
まあ、一歩前じゃねえけど。いや、東行って北じゃなかったんだよって。ふい。アイテム、アイテムのせい。うわぁ、なんか石が飛んできた。なんだあれ。いや、あれ避けるしかねえじゃねえか。あ、見えない敵ってやつかな、あれ、もしかしたら。あ、見えない敵だ。なんか、これ、札を使う感じだったような気がするけど、札を今持ってねえのか。もしかしたら、あれ別の札と書き換わっちゃってるのかもしれないです。あれ、買った記憶あるもん。オッケいいっすね。ここに来て初めてあいつ、あのタイプ出てくるんだ。こんなにアイテム出なかったっけっていうぐらい出てたね。本気になる。ざけんなよ、クソ演歌。クソ演歌を求めてるわけじゃないんだよ。いや、強えよ、こいつ、マジ強え。これ、人落ちてる時しか当たんないですかね。うわ、なんかそんな感じっす、見えますね。いや、これむずいっすね。ちょっとしか下に降りてないんで。いや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 ー、これあんま持ったな。とりあえず村のとこまで持ってくれれば。いや、きついって。こんなのちびっこじゃクリアできねえぞ。よし。オッケー、19歳。こっちでいいんだろうね、多分。さらに2つ今から。うわぁ、もうレベル22とか出てきてる。こいつ。こうやって避けろっていうんだよ。じゃないですから。ぬねぐねしてます。うーわ、いや、早いよ。いや、こいつ一回ですぐ出てくるからな。戦闘が終わらないよね。はい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 。よし。よし。
とか逃げるとかでもいいような気がしてきた。どうしたくんねんのか。ここでも、経験値くれればキック。さっきのですじゃあこう上行きましょう。出たヤンキースペシャル。クリボームではないんだ。クリボームが欲しいんだ。待って、ハンマン？じゃあハンマンでもねえんだ。なんだろう。全くもって意味わかんねえ。あったー！よーし！到着。これが小さな村。ここは、ウケイの村です。羊羹の人たちはみんな、妖魔軍団にとっ捕まっちまったらしいぞ。そう。最終的に羊羹の都に行くってのが目的なんだろう。まあ、あと、ビアマンの鈴を7つ集めろってのが目的っぽいです。スーパードライ、あ、で、これ、なんか、一番最初にテレビに出てきたのが、妖魔軍団の、スーパードライですね。ビールじゃねえか。4人のものすごい部下がいる。奴らの揚力を弱めるためには、まじないの札が絶対必要なの。まじないの札ね。あの札や商売人の風上にも置けねえ。せ、まじないの札を買いに来たのに。売ってないってことですかね。西の橋を渡って北へ行くとすぐ羊羹の脈。ああ、じゃあもうちょいなんだね。はいはいはい。いいっすね。でも、あれですね。ギアバの札まだ3つしかない。ありそうですけど。まじないの札を買いに来たんだね。8192銭でどうぞ。うわ、たっけー。負けてよ。ちょっと高すぎたかな。4096銭でどうぞ。負けてよ。お客さん、厳しいね。2048円でどうぞ。負けてよ。こんなに逃げられたら店が潰れちゃうよ。1024でどうぞ。負けてよ。で、そんなら、512円でどうだい。負けてよ。256円だ。負けてよ。本日来ちょう。128円だ。俺も男だ。64銭負けてよ。もう引き下がれねえ。32銭。あはは。16銭負けてよ。ギャー8銭負けてよ。4。4だったら買ってもいいな。はい。へへ、お客さん。そんな安い値段じゃ、売ってあげないよ。いや、意味わかんねえ。それにしても酒が飲みてえな。結局その酒を渡せば、くれるっていう感じですかね。よくわかんねえ。武器屋ありましたね。まあ、来たね。ファイヤーパンチ。ああ、これですね。連射弾持ってるんで、ファイヤーパンチ買いますよ。うん。オッケー。買います。あ、あと、黒帯も買え、あ、新しいですね。黒帯も買おう。黒帯。敵の妖術からのダメージを減らす。そうですよね。あ、これはやっと来たね。オッケー、オッケー。ね、あとは、道具屋。になんか売ってそうですね。だけどあんまん買わねえと。あ、でもないっすね。見えるメガネか。ああ、はいはいはい。
BL メガネって持ってた気がしますよね。なんであれ敵見えなかったんだろう。ちょっと待ってね。サブ画面、道具でしょ？ちょっと装備。見える目がなんじゃねえかなーってことなんかって、その使い方があるんですか？使い方があるんですよ。カンコンタクトずっと残るんですよ。出た、満腹ドナルド。いらっしゃいませ、満腹ドナルドへようこそ。体力を回復するケーキが食べ放題。1回15銭です、やっていきますか？やっていきますか？よくわかんないですけど、まあやっていきます。では、スタート。アクションも、うわぁ、これかよ。ケーキ食い。勝つ必要ないと思うんですよね。金払ってるから。全然出てこねえじゃねえか。落ちた。ちくしょう。これ二人くらいやったら二人で争うもんね。下のキャラ協力してくれてるんだろう、いいんですけど。そうね。そうと、竜は一切出てこないですからね、一人で。ケーキを食べるってことですよね、パンちゃん。全然食えてないですけど。やり直しとか言われないです。ありがとうございます。また来てください。いや、よくわかんねえ。マジでよくわかんねえ。体力回復したんすかね。してねえじゃねえか。結局やでやね、止まることになるの。しかも、たっけえし。まあ、20ならばいいです。せいせい。あそこに行く感じですかね。そこ行ってないとこは。弓を撃つ幽霊に出会ったかい？ファイヤーパンチを装備すればやっつけられる。うん、よっこい。東の山の向こうに妖魔の館。あー、塔ですか。そこの妖怪たちが酒を持ってるさ。あー、来た。さっき来た。オッケー。では次の持ってきちゃう、そこっすね。ニハオ。189か。入れるわけじゃないんだ。どうにしてもしょうがないし。東ってやつだよな。これ東に行け。拳が変わったね。拳が赤くなった、ね。ファイヤーパンチ。いてててて。いや、拳超えてやりづれ。あ、でも黒帯にしたことによって、だいぶ耐えれるようになったね。
がよく見えないですよね。先まで行かないと画面が動かないんで、先が見えないんです。それマジでこいつら。やべ、ハンマーの上位版もそろそろ欲しいです。さあ到着。うわぁ、到着しねえよ。さすがクソ演歌。いやぁ、こう言ってやりたくねえ。いてね。いやぁ、つえ、マジつえ、こいつ。オッケー、危ねえ、4だったよ。よし。まあまあ、とりあえず5クリアできりゃいいっす。最悪死んだ。よし。では、そっか入っちゃいます。いやもう弱いのから出してくれるのはありがたいです。絶対カラス出てくる。うん、これね、ケイ。あ、うん。うん。いやー、いってーな、結構いるよ。うわあ、ちょっと待って、ドラゴン出てきよう。装備系。ああ、当たんねえのか、この位置。いや、位置当たんねえのか。しか逃げられるって。マジクソだわ。敵が多すぎてきついんだって。通常雑魚が多すぎるんだって。これで終わりか。オッケー。先を手に入れた。よーし。
けど、ちょっとこっち探索して何もなかったら、まあ、ぬらいもいますけど。トンチンズ。よし。ああ、そっか。A モードにしてなかった。ああ、これって。あ、遅延してるのかもしれない。まあ、こうあったら変える。ね、大きく使い放題の反則っすよ。こっち返す気になってるのに。ヒーとかいうやつ全然出てこないんですけど。なんだっけ、テレオープスです。よいしょ。よし、OK。よし、これで多少はやりやすくなる。配信が全く変わんないですOBS に出てる画面そのままあれですね。テレビ出力してるだけです。こっち。うーわー、ちょっと待って、それは無理だよ。それは無理。反則だよ、それ。傘だけ。倒せね。結構倒してるけど、うわー、やべ、このタイミングで来んな。うわ、あぶねー、あぶねー。いや、さらに足が速くなっとるやん。怖っ。よし。いやー、倒すのがむずすぎんだよ、こいつら。よしよし。19年のレベル5のくせに。
よし、いけ、よし。まずは、すいません、止まります。おはようございます。あ、ちょっとね、ジョイバーあんじゃん。肉まんが売ってた。そろそろ欲しいなって普通に売ってた。いやー、100か、高えな、100は。いや、100は高えよ。なんか2個ぐらい買っときますか。肉まん。これ中国っぽいですね。あんまり肉まんっていう感じ。見つかっちゃった。あ、もう2つしか持ってないっぽい。2つかよ。少なすぎだろ。では、酒。マジなら買いに来たんだね。負けてよ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 。負けて、負けて、負けて。はい、はい。お客さん、そんなに安いね、じゃんじゃん。売ってあげないよ。何しても酒は飲みてえな。お、持ってるじゃねえか。その酒とマジナイフが交換しよう。あれ。それでいいかい？はい。またよろしく。これで、見てもいなかったけど、宝には残んないですね。で、マジナイの札は装備っすかね。持ってるじゃねえか。間違いの札以外もっと売ってねえのかよ。なんか2行の時と3行の時がありますね。よくわかんないですよね。え、何も言わないっすかね。マジでこれもらっとけ。まあ特に変わらなそうなんでいいか。いいや。では次は西に向かえばいいんだよね。西へ向かいましょう。下はないだろうね、さすがに。あった。あれもうついた羊羹やったのに。でかっ。ぽいっすね。ああ、毎日が楽しくて楽しくて。飲んでるように見えないっすけど。ようこそ羊羹の都へ。ついた。クロービアール、ファイヤーパンチ、ブーメダン。わかえねえ。ブーメダン。ブーメランじゃねえんだ。ブーメダン。ああ、毎日が楽しくて楽しくて。いや、止まらなくていいか。値段だけ見とこう。20ですよ、さすがに。すがはは、足元見やがって。どんどん上げていやがる。妖魔軍団任せておけばきっと素晴らしい世界だろう。なんて素敵な世の中なんでしょう。これもすべて、妖魔軍団のおかげだわ。
洗脳されちゃってると思ってた。うわ、都会ですね。ビルが建ってる。ああ、毎日が楽しくて楽しくて。スーパードライスも万歳、妖魔軍団万歳。クリリンみたいなやつ。妖怪の都に気に入ったからゆっくり楽しんでいってくれ。アンマンダッシュスケをトンデモコプター。これ何でしょうね。トンデモコプター。これ使うアイテムっぽいな。マジで意味がわかんない。トンデモコプターって言われても。説明を教えてほしいですよね。なんで使用するアイテムに関しても一切説明がないんで。59だ。よいよいよいよ。OK、行ってみたかな。OK がある。あれ、車っすよ、これ。これ、車だよ。結構、路駐されてますね。私は旅のものだ。この人々はどっか変だと思わないか。いや、同じ顔してるけど。スーパードライスの万歳。まあ、あと大きいしかなさそう。どっから行けんの？うわぁ、BGM 変わった。月が上がるんですけど。うわぁ、敵出んのか。うわぁ、マジか。うわ、ダンジョンじゃねえけど。まさかのダンジョン扱いで。こいつか、こいつかファイヤーパンチャーで倒すの。ここでもクソ演歌会。近くにね、やべやがるってデベラーができるんですけど。他の街は戻るのに。まあ、とりあえず探索しましょうか。武器は、うん。そう言ってんすね。白帯、いらねえ。いや、いらないっすね、これ。いらねえよ。なんでこんな安いんだろう。安いって。最初の頃の、そういうばっかで。今日は買ってあれっすね。買って弱くしろってことっすね。洗脳、あ、武器屋ですら洗脳されてるから。よし。うん。オッケー。いやー、爆上だな、しかし。これ位置的な問題か。しょうがないです。よいしょ、武器。
数はヒットポイントあるか。あんのいいっすね、この画面でゲームした。余計はねえ、あんの。あ、せめてか、攻撃のね、リーチが長ければいいんですけど、短すぎだろっていうぐらい短いな。敵は弾打ち放題だ。いるね。お？僕。いやでもいやでも、夏んだもん。くらくらくら、いい感じしておとなしくこっちに来なさい。兄ちゃん、助けてくれ。くらくら、おきれでパーティーがあるんです。あなたも一緒に来ませんか。飛ばされちゃダメなのです。そいつらみんな、妖魔軍団が化けてるんだもん。捕まったら大変なのです。僕を信じてくれますか？ワンダフルフル。じゃあこいつをやっつけてほしいのです。待ってしまってしょうがない。だってあんな大喜びだった。スーパードライじゃねえかよ。おっと、いきなりラスボス出てきた。俺はスーパードライ、この崖をもらっていく。スーパードライじゃねえんだよ。モブが出てくるのかよ。せめて、そっちに出し、あぶねえ。いや、もう絶対ここで終わりじゃないっすね。上とかまだ行けたもんね、普通に。終わった？え？終わったの？逃げたのか。君は妖怪運動ではないな。さあ早くあのゴミ箱から地下へ隠れてるんだ。あ、そうなんだ。あのゴミ箱から地下へ隠れてるんだ。ゴミ箱ってこれのこと言ってる。あ、来てきた。うわ、ダンジョンだよ、それ。きっといつかここを見つかって私たちも捕まってるんだ。ああ、そういうことか。はいはいはい。洗脳されてない人間がここに住んでるのか。住んでるっていうか、ここに逃げ出したってことですか。隠れてるね。この地下道は王宮の広間へ抜けられるらしい。じゃあ、ここできないっすか。捕まった人たちは王宮の牢屋に閉じ込められてる。今頃どうしてるだろう。スーパードライを倒すって無茶なこと言うもんじゃない。おっ、じいさん。王宮にはスーパードライと最強の4妖怪、妖魔 GT4 ヘッドがいる。知らねえよ。じゃあそいつらがみんなあれっすね、ギアマンの金持ってるってことですかね。まだ4つないっす。ってことは、1人1個持ってるってことか。ちょっと聞いてくれる、霊剣同士と霊炎同士、お助けが2人もいるので、喧嘩ばかりして、ちっともあてにならない。こいつらのこと。太ってんな、相変わらず。こいつらの、レーダー、霊炎同士のオタンクナス。なんだと、霊剣同士のアンポンタン。ちょっとちょっと、なんで喧嘩してるの？え、なんでって言われても、もうログ。待って。ち、千万、十万、695万、3513年も前から、ずっと喧嘩してるから忘れちゃったよ。世の中、今、妖魔軍団が攻めてきて大変なんだ。喧嘩なんかしてる場合じゃないよ。え、あれ？あ、治った。でもそうだ、じゃあ仲間にするか。いや、600万年も喧嘩してたのに。そう来なくっちゃ、そんなあっさり、子供が、子供がガスッと止めたら仲直りできちゃう。仲直りをさせてくれた俺に、君たちにすごい技を教えてあげよう。おう、このために、まず足腰を鍛える修行。うわぁ、これ、あれですよ、横走るやつですよね。では、始め。運動会モードっすよね、これ。やっぱり、アスレチックって書いてあるわ。何もしないんだろうね。ゴールすればいいんですかね。アスレチック。これ、ね、多分、下のね、竜はね、敵じゃないと思うんですよね。だから、あんま下は気にしなくていいと思う。クリアができればいいんだと思うよ。
ただ制限時間があるんで、制限時間内にクリアしないとダメです。むずいな、ここ。ちょっと待って、なんで落ちんだよ。ずれて立ったのか。いや、しかし、早いっすね。もうゴールしてんのかよってぐらい早いな、あいつ。よし。ダメー、やり直しーとか言われなきゃいけない。とりあえず。よし、君たちに、合体ドラゴン剣を教えてあげよう。合体？戦いというのは一人で頑張っても勝てるものじゃない。円マークを6つ集めたら、コマンドの装備を選んで目的玉を呼び出して仲間と合体するの。そんなことできるんだね。この技があれば妖魔軍団なんて怖くないぞ。修行の記念にこの総竜剣をあげよう。だ、竜がいねえんだって。では頑張って旅を続けるがいい。どうもありがとう。二人プレイ専用のはずじゃない？多分。まだ喧嘩してんじゃねえけど。ちょっとなんで喧嘩してんの？いやいや、ちょっと待って、同じこと言ってんじゃねえけど。いやいや、さっき仲直りしたんじゃねえのかよ。いやいやいや、やって、いや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 、なんでループしとんねん。うわ。ってことは、この、あれってやり方を教えてくれるだけっぽいっすね。あれは、触れてるわけじゃなくずれてるごめんちくしょう。うわ、これでも勝てねえんだ。一回でもしくるとダメっぽいっすね。よし。交流券をあげよう。まあ、とにかくその6つ集めて無敵玉ってのを使うらしいですね。こっちに行けばいいんだろうね。その、さらに奥に行くんだ。ってことは、こっちがもうラストダンジョンとかでいいんだ。なんか敵出てきそうな気がするんだ。あ、ここ出ないんだ。いるね。いや、貴様ら、もぞも出会え！アクションパートになったと。やっぱり。場所割り。いやー、これ場所割りって。よし。うん。何こいつ。いやー、何こいつ。ちょっと待って。
合わせ方がわかんねえ。いやいや。待って、つえ。あ、危ねえ。いや、つえ、みんなつえよ。なんだこいつ。いや、食らいすぎなんだって。ちょっと待って、ダメっすね、ケニー。OK。一発かよ、ケンで。あ、いや。あれが本物だったことですね。うわ。あ、いや、ちょっと、これは剣でしょ。いや、すげえ、つえ。いや、強すぎだって。行こう。よし。いやー、くえー、こいつ。確かねえの。いや、すごい。よし。いやー、肉まん1個しか持ってねえのか。いや、いや、もう、ボス戦になったら無理ですね。うわぁ、またねえのかよ。いや、あるけど、剣の方が良さそうだな。ああ、だよね、こいつ。いや、すげえ。なんだよ、この弾。余計にあんなの。いや、もうちょっと。これで終わってくれ。おきゃ。貴様のようなガキが、ようやくここまでやってきた。だが、妖魔軍団に逆らうとどうなるか、このスーパードライ様が教えてくれるわ。いやー、無理だって、買い替えてもねえよ。ドッシーン。いや、最悪だ。最悪。絶対勝てねえじゃん、これ。23とか食らってるよ。罰。ジャックは力すぎた。いや、もしかしてあいつ倒すまでやるってことかな。最悪だな。いやー、これある程度レベル上げないときついっすね。やってないと思う。肉も売ってねえんだ。あれ、マジかよ。わ、マジか。肉も売ってねえんだ。前のぐらい買いに戻んなきゃいけねえじゃん。ちょっと待ってね。ちょっとレベル上げついで戻るんだけど、まずは、この探索からしましょうか。このね、ここをね、探索しましょう。全部回りながら。そことかいけるんだね。まずないか。少なくともレベルを敵に追いつきたいですね。
アクションパートを毎回やるのか、いきなりボスからできるのか次第です。あそこのアクションパート難しすぎだもんな。あれに耐えられるレベルがないときつい。うん、OK。まあ、武器合いが何もねえのかな。死ぬの効くの？ゼロになっちゃいますね。戦闘回数を減らしてボスまで行けばいいの。でもなんとかなるかもって。そうする作戦に行けばいいのか。肉まん買ってからとりあえず。ついでに外の探索も全部終わらせておきましょう。ここにあれか、普通の入り口はあるけど、木が邪魔して入れないんだ。だからそのゴミ箱系で行く。で、なんで館を木で隠してるんだよ、思うんですけど。一番目立つ。一切できないですレベルが25か4ですね。とりあえず目標
いやー、しかし12とか、なんで12しか飛んでんだよ。いや、経験値いっぱい欲しいっすけど、全然ただでさえレベル上がんねえな。ダメっすね。こちらレベル上がんねえか。ソフトの経験値くれるぞ、普通に12だと。使ったら楽になるかもしれない。まあ一応で、うわーまだまあ先全然ありますね。なんか鬼ヶ島みたいなとこもあるし、まだまだあるんだね。じゃああれラスボスじゃねえの、ウーパードライ。偽物ってことなんですかね。それとも普通に変更ですけど、こっちは進行だと思うんだよ。じゃあダメなんだろう。見たことない色の敵ばっかす。すげえ経験してた。ああ、ここのレベルができるわ。まあ、結局あれですね。アクションパートはご了承できたとしても、やっぱあの、コマンドバトルに関してはレベル依存のはずなので。このためにレベル上げ必須ですね。この辺は比喩の剣。2と一緒だと思レベルはかっこよさそうですね。70くらいのでかいわ。
そんなクータスで32くるよ。ええかな、見えない敵は。見えない敵は見えるメガネでどうにかしたいですか。やっぱないっすね。なんだよ、見えるメガネって。どうやって使うんだよ。どうした。敵扱いになってるのマジでウケんだよーし、オッケー。よし。全然進めねえよ。いやー、余計なこと言ってもう。いや、いずれ、よし。
いやー、あいつうまいな。もうあいつらだけでいいわ。進行するんかなと思ったんですけど、実際そうでもなさそう。なんかこうレベル上げ用だけに用意されてたヒロとか。まあ、ダンジョンの出来が経験値くんねえから、ここでやるしかないんだラスボスが出てきたんで、ラスボスっていうか、まあ、ラスボスであろうやつが出てきたんで、そしたらこの辺を先に回ってギアマンの人を全部集めてから行けってことなのかもしれないですね。これわかんないですけど、敵の強さ的には一緒だ。毎回あいつが出てきてる気がする。倒せねえから。よし。しょぼ。これが経験値くれるやつ。
るし。これは強いだけ。強くてくれない。一番最悪。いや、逃げろー。まあ、やっぱあんな感じで逃げられるわけですね。おそらく逃げられない時もあるんですよ、ね。うわー、出てきた。うわー、ドラゴンだ。やりたくねえけど。まあ、やりますか。あれ、きれいに入るといいんですよ。行ってみますか。レベルには達しました。カッパに押されたよ。最悪。もう買い替えてもねえんで、だって一人になったら死んだだけです。うちで諦めるしかない。いやー、こう来たか、このタイプか。アイテムをどうにかしろってことか、まず。
いやー、結局アップ行かねえといけねえよ、つか、じゃよし。ふざけんなよ、マジで。ドヒャーにいろードヒャーにいろー、わーい、追いつかれちまったいチキシュ、あいつが出てくる。3人はい、これふふ、絶対出てくるんだよ、消えられねえわけだよ。なんすかね、こいつ。何者なんすかね。牛魔王ですかね。中国で。当たるけど、こっちの子すげえ攻撃食らうんだよこいつ。場所があり、場所があり、いい。いや、でもね、いやー、この戦闘ぐらいは勝ちたいっすね、せめて。あ、死んだわ。では肉まんを買ってきて、もう一回ボス対戦しましょうか。遠くないですよ、近いですよ、めちゃくちゃ近いですよ、ここ。オッケー、で、ボーグや。なんで肉まんが1個しか持ってない、あんま9個持ってんのに。あんま9個持てん、なんで肉まん1個しか持てんの。その違いはよくわかんないですけど、同じサイズじゃねえのかよ。妖魔軍団25。下だけ見てみるか。下だけ見てって。敵が違うのが気になるし。特に何もなかったらこれで都に行く感じです。
この橋は当たってるんで、こっちはこっちでもなんかありそうですけどな。なんとか村のヒントは言いますけど、なかった気がする。レベル20回やってくらい増えたけど。よし。あったわ。なんかあったよ。こっち進行かな、もしかしたら。ハロー、ナイスミーチュー。岡田助同胞やトッポイジョージだよ。僕にわからないことはないよ。何を知りたい？コンロンのこと。コンロンさんには大妖怪の、魔教皇、ごっくん大王がいるよ。コンロンってとこも、後々行くことになるのか。火炎城通らないとコンロンへ近づけないよ。何を知りたい？ギャーマンの本。少林寺の監視が、ギャーマンスを持ってるらしい。少林寺と。ずっと南から西の圧力が当たれば、少林の町だ。あー、で、こっち進行っぽいっす。無風エッチのこと。何これ。本当に聞きたい？周りに誰もいない？うん、いないです。よし、じゃあ行っちゃうぞ。エッチっていうのはアルファベットの G と I の間だよ。あ、どうし。子供のうちからそんなことに興味を持ってると、ろくな大人にならないよ。いやいや、大丈夫ですよ。もう40過ぎてるんで。子供って言わないでください。マジっすか。いやー、やっぱり格上ですね。圧倒的に格上になったわ。うわぁ、そういうタイプか。偽物タイプだ。あの、狐の戦いってことか。ここか。いや、よし。70か。いや、暗闇のとこもあるしね、行くとこすごいいっぱいあるな。まだまだ終わらなそうっすね。2、3回ぐらいで終わるかっていう想定でした。まだまだ終わらなそう。やっぱ2時間くらいで毎回切って、そこそこのパートにはなりそうな気がする900ぐらいからたまんなくなってきた。買ったりしてるから。じゃあ行きましょう。レベルは今24です。大丈夫かな24って。まあ負けたら負けたらまた。敵は極力逃げます。逃げられないのでしょうがないです。だったらいいですね。さあ、やりやすい。よし。最短距離で。じゃあ、2ロー。オッケー。
あれですね、ゴミ箱に入るわけですね、とりあえず。こっから敵出ないんで。で、あとはあのボスのところのアクションパートですね。K6 個貯めるの大変ですね。K でした。T でした。K は溜まってんの。こいつが全然ボスに見えないですよね。こいつ。兵士じゃねえのね。もう出ない。やっぱりやるんだ。マジかよ。いいじゃん、円か。円の6個食べる。悪かいって。ゲイ。次あたりから強くなる。強くなる。ちょっと怪しくする。で、OK。あいつ無視した方がいいっすかね。弓のやつだけ倒したいっす。一応。いやー。これでいけるか。よし、いけた。はい。よし。すんげえ金くれたね。これは赤いノートの方がいいだっけ。いやーすげえ。いやこれ外れ引くときついっすね。オッケー。で、もう変な動き方してくんだよな。もう避けるわけねえだろっていうぐらい変な動き方してくんだよ、こいつ。これ、なんだよ、あの動き方。いや、全然攻撃が、きつ。いやー、つえー、マジつえー、こいつ。近すぎたな、これの。もうやばいっす。当たってんのかよくわかんねえよ。なにこれ。いやー、なんとか押し切った。いやー、むずい。ユーブズルの日、だがユーマゲンの魚とこのスーパードライ様が。来た、ミラクルキックあんじゃないか。ミラクルキック、やべ、さっきだった。逃げずだ。OK、当たった。56、いいっすね。道具で、肉まん行きましょうか。よーしよし。で、ミラクルキック。
とある分だけいけるって感じですか。チン。うわぁ、これがきついわ。こっちも使えばよかったっすね。やべ。やべやべ。やべやべやべ。やべ、これ何回食らうんだ、乗った。ビッグリボン行きましょう。第一に行かなきゃ。で、ミラクル。ういうい。うい。よしよしオッケーよーしよしよしスーパードライ当たりした。よーしいやー、ミラクルボン、ひずいぐらい強いっすね、あれ。250の仕事として250っすね。レベルが上がった。でかしたジャックよ、要は満足じゃ。妖魔軍団は西に見えるんだが、本論からやってきたと言ってた。やっぱそうですね。あれじゃあ、スーパードライラスオスじゃねえんだね。西の方角に見えるからに怪しくも恐ろしい魔の山コンロンさんが見える。コンロンさんには敵のボス、魔教皇ごっくん大王がいるぜ。ごっくん大王。どんな名前で。どうじゃ、ごっくん大王を倒しに、コンロン行ってくれるか。はい。ごっくんしてくれる。よくと申したではまず、南へ向かうことじゃ、息子の礼を言いたいそうじゃ。ありがとう、もう一度の意味ちゃうのですね。僕、寂しいのです。でもずっと友達にいてほしいのです。きれいに僕の宝物、ギャマンの鈴をあげる。あ、くれたわ、オッケー、四つ目ってことですね。そうか、僕が持っていたのか。ありがとう、大事にするよ。それは終わるわけねえよな、まず四つ目の。一回僕に話してみた。わざわざ入り口のところに戻さなくてもいいんだよ。よくぞ無事に戻った。頑張ってるかーい。なんで、あれさ、アニメーションにならないやつ。わーい、遊ぼう。ポクチンと遊ぼう。なんでアニメーションじゃなくなったんですか。ようかの都は気に入ったからゆっくり楽しんでいってくれ。まあ、多分一番広い都だと思う。ああ、やっと自由になれたぞ。ありがとうございました。やっとこの都の平和が戻った。だが、本論にごっくん大王がいる限り、いつまたおろそわれるので。ようかの都は気に入ったからゆっくり楽しんでいってくれ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうそこの武器はぼったくありますか。いいの売ってないでしょ。世界中から剣法家が集まる都市、それが超林の町。あ、そうなんだ。このでかいんですかね。こっからまっすぐ南に下ったところにある。それは南に行けばある。じゃあ次の目的地は超林の町ですね。そっか、途中のやつがヒントくれてたもんね。はい、品揃えは変わってません。洗脳が抜けてないっすよ、洗脳。そうだと思うだけで本当に助かった。せんでいいじゃん。なんだこいつ。やっとこの都にも平和が戻った。だが本論にごっくん大王がいるから、いつまた襲われるか。同じこと言ってんじゃねえけど。チキシュ。こっちの住民も話変わってんすか。双子の村から地下へ飛び込め。この謎の言葉を覚えておくの。ああ、これ覚えとかないといけない。メモっとこうかな。絶対忘れるんだよ。双子の村から地下へ。謎の言葉なんかよくわかんないですけどね。もうまんまなんじゃないですか。君みたいなちびっこはスーパードライ倒しちゃってすごいじゃないか。いや、
フリリンに言われて、世界中から憲法家が集まるとき、それは勝利に回して、ここからまっすぐ南に下ったところで、あれですか、どっちかって石、あれかな、石だっけか。キャプテン翼。坊主ですもんね、坊主。毛が生えてます。私は少林から来た君のと同じギアワの鈴を少林寺で見たことがあるぞ。そこでいっか。妖怪は都気に入ったからゆっくり楽しんでいって。これ全部かな。ニハオニハオ。296。ただあんまん買いましょうって。肉まんも買いに行かないとっすね、また。買っちゃって。なんだかんだで肉まん必須ですね。よかった。あれがあったおかげでなんとかな、体力が持ったって感じですね。で、あと、あれですか、レベル上げしたおかげでなんかミラクルキックもガンガン使えたっていうね。その辺が結構レベル上げに大事ですね。なかなか難易度高いですよね。道中の敵がめちゃくちゃ強いんだもん。あ、そっか、ブーメランもあった。ブーメラン買ってねえわ。ブーメラン買っとくか。あとは宿かな。おはようございます。あの暗闇のとこは何の情報もくれないんですよね。一切情報くんねえな、暗闇のとこ。後で行くのかですかね。先に南に行けってこと。勝利のとこの話題しか出てこなかったですよ。じゃあまず肉まんを買ってその後勝利のところ行きましょう。たまんないね。 B も全然使えないっすね。出ないんですか。いやー、毛一気に減りましたね、やっぱり。ミラクルキックだった。20個ぐらいあったのかな。よし。最初のコンロは西に行けたんですね。ああ、これすごい怪しいですね。勝利がありそうなこの竹やぶのエンドレス竹やぶ。妖魔軍団27。このトラでしたね。これスピンやったんすか。いや、弾打ってくんのか。よし。
がち、微妙。まあ、まあまあって感じですね。やりたくねえ、カラス。いや、当たんね。いや、当たんね。この場所か、場所が。いや、あのいい位置、ほんとやめてほしいですね、あのいい位置。無敵、無敵地だ。無敵地だ。よし。いやー、これレベル40ぐらいまでいきそうだな、このゲーム。あと3つあるもんな、ギアが。よし。できたか。レベル2なんて戦ってもしょうがないです。嫌いです。消えるやつは点滅してんのかもしれないです。そったらおそらく見えないです、今の環境。いや、これはしんどいっすね。どっちもだるい。結局だからここの橋を渡るんだと思うんだけど、南に行けばあるよ。南じゃなかった。よし。あったよ、これが。いや、これ先やっていくんか。トラトラトラ軍団。トラトラトラ。トラトラトラ。いいなぁ、あのパンチ。いや、見ちゃったからやりますか。何があんねんね。街を見る前にあるの、ほんとやめてほしいっす。街を通り過ぎちゃってるってことか。よし。最初から嫌いなやつばっかし。いやいや、うわぁ、当たんね。
いやー、まんじゃきついっすね。よし。寒いっすね。出たな、だいぶきつめ。よし、OK、終わったっぽい。よしよし、70で不思議なメガネを手に入れた。何に使うって不思議なメガネ。出るね、トラトラトラ。えい、28。いや、広すぎだって、ここマジで。よいろー、ないっす。いや、ここの辺にはないっす。じゃあもう橋渡りますか。で、こう。よし。うん、うまい。80くれたよ。うまいね。なんもねえんだ、あれ。こっちはなんもなさそうっすね。わーい、追いつかれてしまったい。だってレベル6のやつに捕まった。いやー、ヘッドワークのやつもゼロになってるよね。あ、ドクロ取ったからどうだ。無理だよ、6個ダメんの。ドクロが出るの放棄した。
結構くれたような気がする。12月全然くんなかった。そういうのかな、たぶん。なんか格上になるんですかね。いや、そうでもねえな。うわ、来た。その辺にあるの。トラ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 トそう、勝利の街キープだとかよいしょなんで左下なんだよ。ここは憲法の里、勝利の。こっちって言ってたけど、里なの。君も修行に来たのかい。あ、超うまあ、今日はここ会話して終わりましょう。奥行ったら多分またなんかありそうか。あ、これで閉めますか。武器屋とかその辺だけ見とくか。次回はこの会話から始めますね。勝利の奥義来た。これは必要です。はい、鉄の爪パンチ30。下がってますね。なんだこれ、下がると思うんですけど。なんで30なんだ。めちゃくちゃ安いんですけど。あれちょっと待って、ちょっと待って。今売ってるのは炎のなんとかっすよ。いや、わかんねえ。上がるのか下がるのかわかんねえよ、マジで。何を見ればいいんでしょう。強さを見て決めるしかないのか。いや、ちょっとこれはチェックしとこう。回しにして、伸びる爪ってのがあって、伸びるパンチが使える。金の爪この街のどっかにあるか。それ取るから結局あんま気にしなくていいのか。ってことっすよ。生き返り役。おぉ、来た来た。いいのあんじゃん。生き返り役。こうあれっすかね。倒れたら一回だけ引き換えるとか、そういう感じですかね。おそらく。
個さ。じゃあ、あともう一個火消しの札を買ってきましょう。身につけては素早い敵を遅くできるぞ。この時はなくてはいけないかい。で、間違いの札はもう使わないってことでいいですよ。本当かよ。いや、撃っちゃったけど大丈夫か、これ。ちょっと待って、間違いの札って、あれじゃない、赤羽のとこでもらったやつじゃなかったっけ。まあもう、売っちゃったし。まじないの札売っちゃったよ。ちょっとこれ、見直すか。いやいや。なかったらまた買いに行けばいいっすよ。だって売ってんだもん、普通に。それは買うでしょ。なるよ。OK。じゃあ、コンビニ行って終わろうか。では今回はこれで終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。